チェサーです。今回はこちら、チーカーの新商品、全部取っちゃおうクレーンゲームが発売されました。なんと、チーカーのおしゃべりも入ってるらしい。そしてね、楽しいサウンドも8種類。オリジナルメロディーが1曲っていうのも気になります。8割のあの歌なのかな？どうかな？景品が取れるとファンファーレとおしゃべりが流れるような感じになってるらしいです。チーカーたちの可愛い景品はなんか紙で組み立てるっぽい感じなので、はい。ビックラ卵で出てきた子とかね。お菓子とかを入れて、やってみたりしてみようかなと思っています。ボタンも光るらしい。アームもね、しっかり動くっぽい。どんな感じなのか、もうね、早速開けて見てみたいと思います。どこから開けるのかな？ほんと箱がでかいんです。はい、横の止まってるテープを外したので、開けていきます。おぉ、段ボールの蓋が。あ、もうこんな感じでドドンと。じゃあ出しちゃいましょう。すごーい。あと、組み立てるやつ、こんな感じね。はい、ごまかしの効かないデカさです。マジででかい。で、組み立てるとかじゃなくて、もう形になって入っててくれてるのは、結構遊びたい側からしたらありがたい。え、めっちゃ可愛い！で、側もしっかりしてます。中に説明書が入ってるので、説明書ちゃんと見よう。はシンプルにこれでよくって、で電池が必要になります。単3の電池4本をドライバープラスのドライバーで入れていく感じですね。景品の取り出し口とかを開けるのは、おお、チーカーの上からポトポト落とす感じ。え、でもクレーンに筒がなんかはまってるよね。これは取らなきゃいけないよね。取れるのかな。わかった。説明書に書いてありました。こちらから外すそうです。底面から出てる透明パッキンの爪を起こして、はい、こうやって、で、ここが開く？景品が引っかかった時を参考にメンテナンス口のところを開けて、こちらを外してくださいってなってる。こういう感じ？浮かせるの？あ、違う。この電池のところを外すんだ。じゃあ、まずは電池のとこ外して、オープンマークが矢印でついてるので、そっちの方に回せば取れます。で、ここを外すと、あー、この奥ね。この奥にももう一個ネジがあります。これも外します。さっきと同じ、半時計回りですね。で、これが外れたら、無理にバキっちゃうね。おお、筒がこんな感じで外れた。で、これを取って、これは元に戻す。もし中でなんかが引っかかったりした時には、同じような感じにして、取ってあげてください。で、閉めたら、電池を入れていきます。炭酸のアルカリ乾電池4本をバネがついてる方をマイナスに。互い違いですね、今回は。はい、入れたら、こちらの蓋を閉めていきます。はい、これで底辺部の準備は完了。で、ここから景品を入れていくんですね。それこそちゃんとランダムになるので、自分であまり調整は効かないんだけれども、面白いね。こちらの景品はそんなに力を入れずに、下から上にこう持ち上げてあげるようにすると、パラッと外れていきます。これくらい外れやすいと、
破ける心配少なくていいと思います。無理にやろうとしないで、本当に下からこうポッと持ち上げてあげる感じで、すぐに外れるので、外れたら線のところで全部山折りしていきます。山折りをしたら最後この部分はずらして重ねていきます。これで一つ完成。ちゃんと後ろは後ろ姿になってんだ、かわいい。はい、ということで前姿後ろ姿、みんなどっちもかわいいですね。いいねいいね。これだけはあんまり倒れない感じで初め並べたいけどなー。まあでも後ろから入れてみようか。じゃあチカちゃん入れます。こんな感じになるのね。うっさぎで、こっちもももが、あーうまくはできないんだ。あーまあこのランダムぐらいがちょうどいい。栗まんじゅう入れて最後あっち、あれ、あー後ろ向いちゃった。でスイッチはここにあります。でまさかのなんですけど、コインがコインボタンみたいな感じ、取れるわけでもなく下に落ちるわけでもなく、ここに固定されてます。面白い。これだったらなくさないし、しかもなんか入れた感もあって面白いね。で OK ボタンと左右ボタンがあります。じゃあやってみよう。スイッチオン。ちょっと待って、光るとかよくわかんないから、とりあえずやってみるね。あ、で、動かすのか。まずはこっち？ももがを狙う。もうちょっと。あ、OK を押さないと止まんないの。あ、でも持ってます。持ってなかった。持ってたって言おうと思った。あ、なるほど。あ、すごい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 。で、一回。やばい、やばい。ちゃんとチーカーの残念な感じのボイスが入ってる。もう一回チャレンジ。次はなんか取れやすくなってない？決まった。あれ別に止まんないじゃん。やばいやばいやばい、また抜かせる。ごめんちいかわ。これぐらいになっちゃうんだったら、むしろマスコットとかの方がつかみやすいかも。もう一回。横になった方が、いける？いや、もう諦めろって。いや、だって、ちょっと頑張りたいじゃん。オッケー。どうだ？いける？あ、いけたんじゃない？けど、そして風で終わったけど、ちょっと待って、お惜しい。早速引っかかりとか嫌よ。あーよかった。はい、モモンガゲット。えっていうか他の位置じゃちょっと無理じゃない？ハチワレあたり狙ってみる。どこまであんの行くんだろう。あ、奥まで行く。あ、じゃあこれでどう？奥まで行ってるね。取れないけど絶対。あそこまで行ったらむしろどうなの？散るね結構。手前はどうだろう。おーぼよーんでごめん。手前のちいかちゃんとうさぎのあたりを狙います。楽しい。
ここ。あ、いい感じだった。ああ、でもダメだよね。奇跡は起きるか。やったー、やったー、シーカーちゃんゲット。やっぱね、ゴールのところまで転がってくる感じではないので、ちょっと奥でストップしがちかも。ちょっと景品足してみます。じゃあ景品はせっかくだから、チーカーのキャンディのやつ、報酬とか入れます。これ入れたら取れないけ、あー、まあ最悪下からね。と、これは、あ、これも報酬だった。なんかね、別バージョンのもあります。これ欲しいです。いいね。あとはじゃあこれ系いこっか。カニちゃんとか、ロコ屋さんね。いちい。あ、いい感じ。チーカワー。うさぎー、こうやってね。チーカワじゃないと無理そうだったけどな。そっちに転がっちゃった。うさぎ多めだな。あ、ちっちゃい犬いた。こういうのはどうなんだろう。やってみる？入れちゃう？おっと、引っかかった。これは？呼吸呼吸してる。8割。あ、そこら辺に落ちちゃうな。とねー。じゃあ、こういう風なのやってみよう。キーホルダーの。ああ、いけたいけた。キーホルダー、ちょっと重みなくあれかな。こっち系行こう。ラバマス系、どう？あ、いいね。シーサーとクリマンチュ。ああ、後ろ向いた。この調整が効かないのがね、悔しいけど。でもなんかちょっとわちゃわちゃして楽しくなったからやってみよう。あの感じだとちょっとここまでの大きさのはゲットできなそうだよね。ということで、この子は保留。はい。では、また行きたいと思います。じゃあここら辺行く？このなんかわちゃわちゃしてるとこで何が取れるか。なんか取れて、アームのパワーはそこそこあるけど、本当にリアルに取れないかな。ちょっと取れたシーンだけにする。やばいよね。負けないよ。じゃあ、カニちゃんあたりで。古本屋さんあたりで。なんかもうちょっとさ、こっち来てくんないと無理だよね。そうだ！そうだ！あー、取れなかったー。結構難しいかも。まあ、取れない画像はいいんだって。じゃあちょっと取れたの集ですっきりしますか。私は取れるまで頑張ります。あ、これちょっとばらけないと無理だよね。ちょっとだけ振って中身ずらしてみた。これいけそうじゃない？飴とか取りたいよね。その感じは取れないのか。これはいけたでしょう。ギリ。嬉しいな。報酬ゲット。ほい。あ、やった。
牛乳瓶に引っかかった。やったー、ゲット。やったね。はい、ということで整えました。もうモンガをゲットするぞ。あ、後ろ目だ。なんか取れるかな。そうだ、お、やったー、クリマンジュー。やったね。よし、もう一回。ここら辺？あ、あー、どうだろう、どうだろう、どうだろう。うわ、惜しい。どうよ。いけたんじゃない？あー、いけなかった。どうだ？いやー、もう誰も狙える気がしないんだが。ラーメンさん、いけるか。あー、何この奇跡的な。やったー、やったー。これはいいね。ギリギリ手突っ込んだなら、なんとかこう指先で整えれる感じではあるから、ちょっと、とりあえずくちょっと直してあげる。はい、邪魔するものがほぼない感じにしてみました。これで取れないと今度なんか問題よね。ほら、取れる。いやー、お膳立て必要だわ。5個には意味があったわ。チーカーゲット。モモンガもこれでいける。だいたい真ん中のラインではあるんだけど、ちょっと奥だったかな。あ、でも回ったもんね。いける？これでいけなければそもそもだよね。あ、いけるんだ。しかも紐あっても問題ないんだ。はい、奥行きの問題でーす。重なってると、うまくつかめないんだね。なので、バラしてあげることが必要。何を奥にしても。これが分かっただけでもよかった。ちょっとウサギも行ってみよう。これ、攻略法っていうか、並べ方を知らないと、ご機嫌斜めになる子たちが出た時にどうすればいいかわかんない状態になるよね。はい、ウサギゲット。あ、いい感じじゃん。はい、できた。かわいい。え、奥のどっちよりからもう行こっか。髪のウサギは軽いからいけるんじゃない？でも引っかかっちゃうのかな？あ！出ました。この髪のおもちゃには意味があった。でもやっぱこっちには出てこれない。はい、ウサギゲット。あとはラバモスが取れるかをちょっとチェックしたいんですよね。こちらも重さあるし、ちょっと、設定必須ですわ。この位置はどう？あ、つかめるはつかめる。ちゃんといける。ゲットー！これもよかったな、よかったな。この重さでもいける。嬉しいな。ゲット。はい、ということで、まあ残りのやつはできるでしょう。
ーとかをこう並べるときも、手入れてちょっとこう並べ直しができることが分かったので、あまり重ならないようにこう配置して、まあできれば真ん中あたりに配置してあげると、おへそが曲がってしまったときには、非常に助かる並べ方になるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、ということで今回は、チーカーの全部取っちゃおうクレーンゲームを使って遊んでみました。電源は遊び終わったらオフにしておきましょう。一応放置しておいても10分経ったらちょっと、切れるようなモードになってるようです。なので遊ぶときには、スイッチオンになっててもオフ状態なのでもう一度入れ直して遊んでみてください。今回はいろんなおもちゃや景品を入れて遊んでみましたが、いかがだったでしょうか？はい、みんなもお家にあるいろんなもので試してみてください。ただね、ちょっと重めのものだと取り出しづらい時とかもあるので、その点は注意して遊んでいきましょう。チーカのおもちゃや食玩、どんどん発売されています。また紹介していきますので楽しみにしていてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。